北日本や東日本では季節先取りの暖かさとなりそうです今日はぐっと気温上がりそうですね,、はい、そうですね暖かいを通り越して暑いくらいというところも出てきそうです、うん、まずは天気図から見ていきます、はい、え、今日は日本列島を通っている高気圧東に移っていくような状況となります全体として上空の暖かな空気ですねこれも昨日は西日本が中心でしたけれども今日は東日本から北日本に移ってくるような状況となります、はい、特に午後にかけてはですね北陸から東北のあたり濃いオレンジ 黄色とプラス12度以上という領域が大きく広がってくるような状況となりますので晴天が続くこともありましてかなり気温が高くなるということになります、はい、実際に朝の時点から気温が高くなっておりまして8時半でもすでに東北の一部ですね20度以上というところが出てきているような状況ですそして午後にかけてはさらに気温が上がっていきまして、はい、14時の 気温の分布を見ていきますとこの東北のあたりですね25度以上のエリアがかなり広がるような形になりますまた北海道でも内陸部を中心に一部25度以上というところが出てきますので、うん、まさに季節先取りといった陽気になりそうです、はい、特に気温が上がりそうな東北の内陸部秋田県大館の気温変化を見ていきますとこの後最高気温29度まで上がる予想と という形になっております。うんまあ、昨日がね22、3度という形でしたので、まあ、昨日に比べても5度くらい上がるということになりそうですね。えー、もう30度に近いということで、えー、このエリアちょうど今、えー、桜が、ね、見ごろを迎えつつあるような状況ですけれども、ね、暑いくらいのお花見となりそうですね。はい、また北海道を見ていきますと、北海道の函塚市北見市ですね。こちらも最高気温が24度ということで夏日目前という状況。こちらは朝の気温が1.6度まで下がっております。 したので、朝と昼間の気温差が非常に大きいということになります。すでに朝から気温が10度近く上がってきている状況ですので、この後の気温変化にもお気を付けいただきたいと思います。はい、お花見など行かれる際は十分に暑さ対策を行うようにしてください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースよりご確認いただけます。